では書いていこうと思います。続いて拡大バージョンで書いていこうと思います。続いて真正面バージョンで書いていこうと思います。まず紙を2つに折りましょう。で、文鎮を書きやすい位置に置いて、墨をたっぷりとつけて筆の真ん中のところを持って、では書きます。曲がり角のため意識して、元気よく払う。ピタッと止めて根元から上がる。根元から上がる。で、なるべくこうしっかりと拭いて、冬至と書いてみました。こういう曲がり角のためとか、元気よく払うことと、中心揃って点々が打てるといいですね。で、文字目をしっかりと始まりと終わりのため意識して中心も揃えて書いてみてください。チャンネル登録よろしく。高評価、コメントが僕たちの支えになります。ぜひともよろしくお願いします。